エーリス構租当店エーリスから平屋に転換した店舗ロッテリアが隣接する。エーリス上野は栃木県宇都宮市にある旅行代理店及び不動産業を営む会社であった。かつて栃木県を中心にスーパーマーケット事業を展開していたが、現在はいずれも撤退、廃業し、多額の負債が残る。経営不振に陥っていた1997年、平屋の完全子会社、平屋、北関東にスーパー部門の営業権を譲渡して、スーパー事業から撤退している。旧エーリス上野店舗の敷地及び建物を所有し、平屋に賃貸していたこともあったが、処分されている。かつて、リビング上野の名称で、ホームセンターも経営していた。エーリス上野は、栃木県内では最古参のスーパーであり、創業時は、主婦の店上野ストアという名前だったため、エーリス上野に名前が変わってからも、主婦の店と呼ぶ人が多かった、平屋、北関東は当初、長年親しまれた店舗名称を尊重し、エーリスで運営を続けたが、旧、エーリス上野に対する利用者の信頼は地に落ちており1年も経たないうちに、平屋、エーリスへの名称変更とロゴ変更を実施した。なお、柳瀬店及び滝谷店の隣接地で、ロッテリアのフランチャイズ店舗を運営していた。太字は、平屋への営業権譲渡前に閉店した、店舗太字の店舗は、現在も営業している店舗。ありがとうございます。